50円で物価高にあえぐ国民を救済できるのか。7月24日、厚生労働省の審議会は2024年度の最低賃金を全国平均で時給1054円とすることで取りまとめた。50円アップは過去最高額で10月から適用される。2023年の改定では43円の大幅引上げで 初めて大台の1000円超えを果たしており現在の全国平均は1004円林義政官房長官は記者会見で最低賃金の力強い目安の取りまとめを歓迎したいと語っている最低賃金は雇用形態にかかわらずすべての労働者に適用される時給の加減額のことで毎年改定されています コロナ禍に入った2020年の引上げ額はわずか1円でしたが、物価高騰が続いており、消費者に負担がかかっていることから大幅値上げが決定しました。政府は人件費の上昇に伴い、中小企業に対して価格転嫁するよう求めつつ、労働生産性の向上を支援していくとした上で、2030年代半ばまでに、 全国平均賃金が1500円となることを目指しています経済担当記者賃上げ報道に世間では喜びの声が聞こえてくると思いきや X 上では多くのツッコミが見られた年収の壁が上がらない限り最低賃金が上がっても所得制限してる人は単純に働く時間が少なくなって会社は労働力不足になるところが増えて 雇用側はさららに生産性を求められて私も年収の壁があるから10月からの働き方に悩んでいる最低賃金を上げるのであれば年収の壁の金額も同時に上げていただかないと年間収入は変わりませんよね家族の扶養に入っている場合従業員が101人以上いる企業で年収106万以上の収入があると 扶養から外れ社会保険に加入しなければいけません。また、企業規模に関わらず130万円以上の年収になると同様です。いわゆる年収の壁と言われるもので、最低賃金がアップする10月からは、対象者が広がり、従業員51人以上の企業で働く場合は106万以上の収入で扶養から外されてしまいます。パートで働く主婦などは、 時給と時間を計算して不要なギリギリで働いている人も多く賃上げをしたところで年収の壁が改定されなければほとんど年収は変わらない結果になります今回突っ込みを入れているのはいわゆるパートの主婦が多いのではないでしょうか人手不足にあえぐ日本企業において彼女たちは非常に貴重な労働力です しかし、年収の壁を越えないように時間を抑えて働く人も多いはずで、このままだと企業側はますます人材不足に苦しむでしょう。前室、経済担当記者。岸田首相が年収の壁問題の解決に力を入れない限り、まだまだ苦しい暮らしが続きそうだ。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。50円の最低賃金を上げて何の意味があるのか。 全く理解できない。中小企業はますます経営が混乱になる。賃金を上げると同時に年収の壁をなくし、中小企業を支援しないと倒産件数が増え、失業も増えるのではないか。インフレ対策で最低賃金を上げるだけではますます混乱するのでは、抜本的な改革を進めないと意味がないと思う。今年度の最低賃金が50円引き上げられ、 全国家重平均で1054円となり、林官房長官は、非正規雇用労働者の賃金引き上げや、男女間の賃金格差の是正を図る上で、歓迎したいと述べた。最低賃金が50円上がったところで、6月から増税が始まり、保険料の上乗せもあるしか処分所得が上がらなかったら、この超物価高に全く追いつけない。 できたら生活必需品の消費税を下げたり、物価高対策としてきた電気・ガス料金の負担軽減措置をずっと継続したり、ガソリン税の二重課税をやめたり、国民が実感できる政策が望ましい。一般市民は超物価高で生活費のやりくりが大変である。当初、岸田首相は物価を上回る賃上げと言っていたのにありえない。 政府はもっと国民目線の政治をしてほしい。結局は、少子高齢化が問題なんだろうな。今後高齢者が増え続けることで、社会的な負担は増えるだろうから増税社会保険料の増額が止まることなんてないだろうし。すごく簡単なことを言ってしまえば、現役世代が100%選挙に行って、高度成長期のように子供をどんどん産んで育てていけば、 改善するんだろうけどそうしたとしてもすぐには改善しないから今の現役世代が苦しむのは当面続くだろうな年収の壁を引き上げるという議論はまずないのであとは全ての労働者から社会保険料を徴収するという決断をいつするかだけでしょうこれをやるとまた国民から増税メガネと怒られるでしょうが いずれやらざるを得なくなると思われますそうすると今より手取りが減るのでもっと働かざるを得なくなるもっと働いても少なくともより短い時間働いた場合と比較して損をすることはなくなるただ今の優遇された状態と比較すると当然手取りは減るのでパートタイマーたちからは怒りの声が上がるでしょうね 記事にも記載されているように僕のバイト先スーパーで働いているパートの方は年収の壁にぶち当たるのですでに10月から勤務時間を減らすと言っています結果的に人手不足が発生することになって時給の高い短期バイトに頼ることになり店舗の経費が増えることになってします年収の壁を廃止抱えないと本末転倒になってしまう 将来的に時給1500円になっても人手不足の結果が見えて、しますことになる。賃上げを一生懸命主張して、あたかも国民のためのように振る舞っていますが、結局はその分を税金で回収されてしまいます。まるで一人でも多く年収の壁を越えて、どんどん納税してくださいとでも言わんばかりに。物価の上昇率に全く追いつかず、 実質収入はずっと下がり続けているのでそれを一時的にでも解消させるなら減税が一番効果があるはずなのにあたかも自身の懐が痛むがごとくかくなに拒否提案にすら上がりませんまあ本人は定額減税という小さな餌でその後増税という大物を釣り上げるまさにエビで鯛を釣る状態にほくそえんでいるのかもしれませんがここ数十年の日本の問題は 淘汰されるべきゾンビ企業が生き残り十分な昇給は行われず今においては人手不足だと騒いでいること労働者もただ存続しているだけのゾンビ企業にいるのではなく稼げる分野企業にシフトしていかなければいけないのに安月給に安住してしまって個人も企業も活力がないたとえ1500円になっても 世界の中では低水準なのだから、最賃は大幅に上げ、安住しているゾンビ経営者にとどめを刺すくらいのことを、しなきゃ、この国は、再起できない。企業にも個人にも大きく強いショックが必要。パートで働きながら、子育てをしてきました。子育ては時間に制限があります。夏休みや、短縮授業や面談、急な病気などで幼稚園や学校を休む、行事参加などなど、 そのうち介護も入ってきます夫婦で協力とは言ってもなかなかに難しいそうなればお母さんがパートでやりくりするのが負担が少ないと考えてやってきました収入の壁を越えて働くとなれば子育てにしわ寄せが納税と収入のバランスを考えると不要内で働くのがベターと私は判断したのです 少子高齢化を何とかしたいのであれば、単純に収入の壁を取り払うのではなく、パートでも上金でも子育てをしやすい環境と収入ではないかと思います。